上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならない。橋は落とされた。ならば倒れろ、倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りぬ。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。己の仲間どもは読みへ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。猫にもかなわんな。もうすぐ来るぞ。早くしろ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だとき、その犬が猫にももう案ずることはない。片付けない若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。はっ。ひどい雨で立ってたら山に倒れちまう。これで最後じゃ。こで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。逃げるなら今のうちじゃ。女をすぐさま離せ。周平しようってやる。待て。あっしはこの男を知らない。しようってやる。何もかも取られたし、何もかも。様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな。どこのお方か存じませぬが、誠に形。中にまだ誰かおるぞ。水を流してくれ。クズ野郎どもめ。早く桶を持ってこい。どこへ行ったんだ。これで最後だ。にも死ね。すぐに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。諦められるか。この犬が貫く心の像がもう一つあったか。気を抜くでない。ここまでだ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。定為様は切り刻んでやる、切り刻んでやる。すごい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。己が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども。皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば